どっかで突撃するしかないな、これ。セーブはした。ナイス。タイミングを見計らってアグレッシブに行かないと陥落できない。あ、どこだ、見ない。リロード、すげえ燃えてんな、あっち。グレネード出血した。とりあえず制圧と。まだいる？ん？シーン・ザ・ハイ・テンペラチャーってどういうことだ？進行方向からまた敵が来た。近い近い近い。敵のリロードのタイミングを見て撃つっていうのも手だな。ソードガン、そして出血、また出血。この出血にしばらく苦しむことになりそう。まだいるでしょう。やったか、まだいる、一人。どこだどこだ、いた。向こうからも。出て、あー出血、もったいね。これもすでにさ5つ包帯巻いてるぞ。ミイラになっちゃうけど、仲間が全滅したし。どこだ、てかよくそこに、そっから撃ってくるな。出てって、これ貫通してんのか、これ。ちょっと後ろ下がろう。わあ、向こうからも来た。これちょっと引いた方がいいと思うな。引こう。ちょっと距離を取って、仲間後ろから来てくんねえかな。とスタミナが続々と死んでるし。包帯巻いてると自動回復が多少は効いてんな。仲間いないか、仲間。あれ、ここまた確保されたんか。ちょっと教会行こう。一人か。待って、もう一人いる。わあ、二人いるのか。やるっきゃないね。これがもっと弾入れば。よし、でもこれ永遠に敵増えるんじゃキリないんじゃないか。ちょっとお金はまあもらえるから、なんか有用なものを買いたいんだけど、この人たち所持品が全く持ってない。
こっちが赤いな。なんだけど、ここ全然味方入れてない。この辺はもう占拠できてる。あ、クエストとして発生した場所も仲間が行けば、まあ、確保はできるんだ。数の暴力だね、クリアス会は。包帯ばっか使うのももったいないから、ある程度敵を掃討してから包帯、まあ、包帯を使って、そして医療キットも併用していこう。よし、出て出て。敵がショットガンなら敵のタイミング、リロードのタイミングも見計らっていきたい。よし、あーららやばいよ、故障のヘリが来たよ。これ揺れる、ダメか、回復しないと。よし、やったか。というかアーマーがもうね、やばいです。あー、やばい、ヘリ来た。これは死ぬね。ヘリが来るのは非常にまずい。ちょっと敵もいるけど、あの室内に入った方がいい。OK、入った方がいいけどさ、これ屋根ねえな。大丈夫かな。あ、来た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 。このヘリが敵をやってくんねえかな。あー、やばいっす、やばいっす。一歩も動けねえよ、こんなところ。ちょ、どうすれば。仲間が一人だけ外うろついてるけど、包帯、あ、どっか行ったかな。あ、武装解除したか、してない。あ、これ仲間、危ねえ。仲間殺すとこだった。あ、ちょっと待って、嘘でしょ。倒した、あ、倒してね。え、勝てこいつ、なんなん。これ包帯がなくなる。ともかくやっとこさ確保した。これちょっともらって、これはもうダメだ、捨てよう。ちょっとこの辺の遺品かき集めよう。またどっかやられた？あ、そういえば適当にクエストを受けといておいたから、報酬受け取れんのかも。というか違うな、そもそもこの辺頑張って確保したから報酬があるのか。食料とかも大事だからもらうぜ。バンディット、いい防具身につけてんな。目の前から敵が現れるとはどういうこったい。
また別のアーマーを手に入れたんだけど、ひび割れしてるこれ。きちいな。回復しよう。あー、グレネード。いや、このアーマーの限界までやれるとこまでやる。リロード。あー、やべえ。これね、もう容赦なくフレンドリーファイヤーしながらぶち殺し、殺しにかかってくるよこいつら。オーケー、まだいる。頭に当ててな。あ、仲間が来たか。真横にいる。よし、揺れる。なんか別の武器、あ、なんかこれ拾った武器だけど、弾が少ないな。貴重っぽいけど使っちゃうか。うん、結構報酬はもらえてるっぽいね。ただかなりの難易度ですよ。あ、これワンマグもねえや。オッケー。ああ、よくそんなとこ行くな。いいかな、このひび割れ。ひび割れマスクめっちゃくちゃ見にくいけど。オッケーだね。死体を漁らせて。あまりにもね、手持ちが乏しい。OK、一通り品も回収して、うん、この辺も大体取れたから、もうこの辺が占拠されることはないでしょう。またちょっと銃声がしてるけども。で、敵の武器から、敵が落とした武器からサイレンサーを剥ぎ取って、この武器につけた。で、お金も結構貯まったわけだし、この固めのアーマーもせっかく固めでいいものなのにひび割れしてるから、一旦クリアスカイ基地に戻ってアイテム整理といきますか。あんまね、ずかずかと進むの良くないわ。よし、戻ってきた。で、結構マップ上にアイコンが、まあ、それもいいんだけど、ちょっとこれを、このアーマーを修理していただきたい。ただこれ、価値が1万5000ルーブルだから、どんぐらいで修理してもらえるんだろう。あら？脱いで、あれ、アーマーが消えた。もしかして盗品は修理してくんないの。オッケー、とりあえず戻ってきて、とりあえず戻ってきはして、装備をまた整えて、今度最終的にはここを制圧して、そ
と制圧すればいい。まあ未だに仲間がバンバン死んでるけど、お金もねある程度余裕を持って自分の装備も整えつつスキルも上げて、でこっちに行かないといけないんだから結構しんどいけど、まあ頑張ろう。ちょっと動画外でねちゃんと楽できるように装備とかも整えておこう。じゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。